はいどうも、マナマンです。マイクラブやっていきたいと思います。今週のメンバーはこんな感じですね。調子は、センターバックは6人かな、クリホビアクも含めて6人体制かな。調子 B とかの選手がいないので、これでやっていきたいと思います。はい、では今回はオンラインチャレンジカップやっていきたいと思います。前線をね、ウルグアイコンビにしてみました。ではやっていきましょう。チャンピオンズリーグでバルセロナがね、パリ・サンジェルマンと対戦して 4-0 で負けるってことで、いやー、ネイマールが獲得できるチャンスが、もう一回来るウィークワンしかないよね。まあほぼ絶望的やろうな。4-0 から、勝ったら 5-0 とかで、勝ったら伝説やけど。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。バルセロナ対ボルシアドルトムント。さあ、北澤さん、あとはスカウトで取るしかできないもん。ネイマールゲットのチャンスは、なんといってもあの細かいボールタッチですよね。足元に吸い付いたようなドリブルは分かっていても止められませんからね。なるほど、そういった部分も今日の見どころですね。ドルトムント、今のようなショートパスでつないで組み立てる形が北澤さん多い印象なんですけれども、いかがですか。そうですね、今の選手間の連携もうまい。いやー、危ねえ、届いたと思った。ここはクルトワの手が伸びたかと思った。いいね、先制点をゲットだぜ。タイミング素晴らしかったですね。そうですね、危ない。うわー、まだあるか。仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。そうですね、アップ。この早い段階で失点といきなり足元救われてしまいましたね。まあ、入りとしては良くなかったんですけどね。点取った直後、ここも展開がありますからね。ましてやこのゲームは強豪同士のマッチなので、一回落ち着きたいね。やられた方も目が覚めるいいパスになったんじゃないでしょうかね。出てない。カバーニー、つげー、ドルトムント。いや、動きのあるゲーム展開ですよね。またすぐに追いつきましたからね。こっちのカバーニも頑張りたいね。クロスボールに頭で反応、焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴール。オッケー、勝ち越し、バルセロナ。やり返したぜ。ヘディングではないけど、ヘディングではないけど、すぐ取り返した。まさに職人的なシュート、アーティスティックなボールコントロール。これは出るでしょう。打つのか浮かせるのかっていう、お互いのこう駆け引き、それが楽しみましたよね。落ち着いてきっちり決めてきましたよね。いいね、カバーに最高。さあ、バルセロナ待望の1点をもぎ取っています。いや、そこで取られるのはまずくないかい。データを見ますとワンツーパスでの崩しを攻撃の要としている傾向があります。これは今日警戒しなければなりませんね。いやー、無理か。自在にされないことですよね。相手がワンツーを使うタイミングなんて正直わからないですし、使ったと思ったらもう抜かれてしまいますからね。他の味方のカバーは間に合わないと思った方がいいですね。自分でマークついてって出されないようにするのが一番効果的です、ね、サンチェス、オッケー、ゲットバルセロナ。いやー、今週は A の選手が多いかな。いいな、前線は。前線はいいよ。ただディフェンスで絶不調とか不調の選手が出るとやばいな。まあ、そこが心配だけど。今日2点目のゴールです。さあ、バルセロナリードを2点に広げてリスタート。うわー、止めるか。こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきてると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。いやー、パス伝か。前線が長いボール、カバーニから左サイド。うわー、うまい。縦に仕掛けます。いやー、すぐ出せない。
ス・スアレス。スペース出ましたね。何そのかわし。フィリペ、ネイマール、組み立てながら攻め上がっていく。これは大丈夫やな。柔らかいパス、流れを止めます。いやクリアでよかった。クリアでよかった。ルイス・スアレス、この試合アシストで貢献中。裏狙いましたね。ここ仕掛けてほしいですね。取り抜けない。マティッチ、セルギオ・ラモス。お、来たんちゃう。メッシー、パス点か。ラインゴランから前線へ。おお、ナイス。メッシ、メッシからカバーニ、ベイル、マティッチ。このボールに触ります。縦パス、スルーパスを出す。シュートもあります。落とせないか。これは大丈夫でしょう。ここは読んでいました。メッシからルイス・スアレス。いや、結構ボール転がってくるな、際どいやつも。アレクシス・サンチェスがこの試合2得点、あと1点決めればハットトリックです。やらかしい。これは来た。さあキーパーと勝負。おお、危ねえ。中で味方の選手が待っている。で、前半はこれで終わりましょう。そして今、前半終了の笛が吹かれました。バルセロナ、着実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。2点というアドバンテージもありますし、内容と照らし合わせてもシュート数はほぼ5分。バルセロナが前半終わって3対1リードして折り返します。これは鍵はあつ。ゲームはスタートしています。クリア。つながるか。いいか。ボールつながります。ロングボールを入れてきます。いいよ、カウンター。メッシ、裏のスペースへ。いいボールだ。ここ勝負ですね。カバーに来たチャンスだ。あー、無理か。サイドを縦に走らせます。中央へ。コーナーキックになれ。ならねえ。残すんかい。セルヒオ・ラモス、ベイル、ラインゴラン。ナイス。ラインゴラン対決。スペースへ出す。裏へ届くか。カバニー。カバニー、止めた。ゴールに向かっていく。クロスは失敗。初めてのコーナーキック。ネイマール。ドルトムントがかなり裏へのスルーパスを警戒しているみたいですよね。先ほどからディフェンス陣が相手選手に対して少し距離を置くように守備をしてますよね。なるほど、確かにスルーパスにそうなっているっていうような印象ですね。まあディフェンダーとしては自分のゴールに背を向けて守れているうちは割と安全なんですけどね。その逆は失点やファウルのリスクが高まるピンチのシーンがほとんどですね。ラインゴランがめっちゃ効いてるよ。裏に抜け出されないようなポジショニングを心がけるような指示があったんでしょうね。ポジションが全てっていうところですね。そうですね。ウィークロス、これはちょっとまずいな。上げてくる。危ねえ。ちょっと危ないぞこのパスは。メッシー。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。バルセロナとしてはいやファールでしょ。取りに行くのか、
チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。なるほど、この位置危険です。邪魔だな。いやー、ミカ、あ、まだある。いやー、やらかした、やらかした。手にボールを送ります。味方を走らせる。オッケー、来たバルセロナ、追加点バルセロナ。スルーパスからのゴール、素晴らしい。ライン際のスライディング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね、本当に際どいところを狙ってのスルーパス、これはいいですね。というところへのボールっていうのはね、やっぱり決定的なシーンにつながりますよね。なるほど、バルセロナ3ゴールリード。ここは競り勝ちます。大きく縦へ、あ、なんか一回タミを作りたかったんだけど。セルギオラモス、アレクシス・サンチェス、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ルイス・スワレスからのパス、いやー、つながんねえ。いやー、これはちょっとディフェンスライン上げすぎたな。抜けてくる、長いボール縦へ、スルーパスを出す。ボアテング、さあ残り時間も残り少ない。これは読まれたね。ボアテング、セルギオラモス、マティッチ、セルギオラモス。残りワンチャンスかな。メッシへのボール、ライン後ラン、相手に作られる。抜けた、ほい、これを読んでいた。お、何今のなんだよ。いや、なんかごちゃごちゃしてる。届くか、このボール、一気に前線へ。カットです。いや、ちょっと何、いや、決めた、あの空振りないわ。ペペ上です。入力入ってたやつが発動したね。かっさられたね。さあ、北澤さん、ラストはゲームいかがでしたか。バルセロナとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して。まず今回は1回だけ引いていきたいと思います。銀、いやー、最近のガチャ音あんま良くないな。ってことで、今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。